浜松市の18歳の女性がいじめにあったものの学校が適切な対応を取らなかった問題を受け、市の教育委員会は今日校長向けの研修会を開きました。一方、当時の教員などに対して懲戒処分はせず厳重注意にとどめたことが明らかとなり、女性の家族は憤りを隠せません。皆さん方は学校における最高責任者である校長ですから、大いにリーダーシップを発揮していじめ防止対策に取り組んでいただきたいと思います。この研修は浜松市に住む18歳の女性が小中学校時代に受けたいじめについて、再調査委員会が学校の対応は不適切であったと結論付けたことを受けて開かれました。浜松市立の小中高校の校長131人が参加した研修では、いじめ防止対策推進法への理解を深めたほか、実際に起こった事例をテーマに参加者同士で意見を交換するケーススタディも行われました。一つの事例に対してもそれぞれが考えていること、どこがだ問題だったかっていう捉えるところが違うので、そういう意味では今日同じ校長っていう立場の人たちとグループ研修をすることで自分の視点が少し広がったなと、そういう思いは持っています。具体的な研修を行う一方で、きっかけとなった18歳女性へのいじめ問題への市の対応は不可解なものでした。市の教育委員会は当時の関係教員などに対し懲戒処分はせず厳重注意にとどめることを決めたのです。これは女性の両親などが関係教員などの処分について浜松市に回答を求めていたもので、担当者がおととい女性の母親に内容を伝えました。市教育委員会では問題に関係した教員など13人を市の職員と教職員の懲戒基準にそれぞれ照らし合わせて審査、13人の言動は基準のいずれにも該当しないと判断し、懲戒処分はせず口頭での厳重注意にするということです。やっぱり納得はできないです。これだけの大きな問題になったのに処分されない、基準に値しないということは、浜松市の基準は果たして全国的に見て正しいのかどうか疑問に思います。一方、教育委員会では市のいじめ防止基本方針を女性の両親からの提言を踏まえて改定し、今月末にも公表するということです。